嫁子宛ての郵便物や宅配を勝手に開封するとめ。家族に隠し事なんかするな。とか言いつつ、とめ宛ての宅配を開封すると激怒。チャートクール弁開けずに放置したりと地味な戦いが続いている。どうせ手紙は DM ばかりだし、こちらには大してダメージはないから自分的には勝ち越しだが、うざいことは間違いない。そこで友人に預けておいた贈書類を返してもらうことにした。座殺時、術、死、処理法、復讐の本とかあっち系のやつ。数日後に荷物は届いたが以来止めが挙動不審。気のせいかもしれないが、目を合わせようとしないし、二人きりになろうとしない。まあ生活に支障はないし、郵便開封はなくなったのでよしとしよう。一つだけ不可解なのは蔵書になかった相続マニュアルとかが数冊混ざっていたことだ。友人が間違えて入れたのかな。なんというグッジョブ。っていうか友人グッジョブ。大変な友人グッジョブ。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。